屋外が大好きやの。広くて自由って感じがする。本当の話を聞きたい。まあこれも一つの理由やけど、うちにとって家は蒸し器みたいな存在で、呼吸も外におると。それよりエネルギーの収集しに行こうや。うん、せっかく来たんやし、戦利品を持って帰ったら隊長も褒めてくれるかもしれへんやん。了解、わかった。一気に先輩、卒業したら何するつもり？うちな、今これについてママに懸命に入れられたん、先輩も知ってるやろ。でも長くおると結構楽しいし、報酬は高いし、福利厚生もいい。リスクは大きいって言うけど、まあ天命が悪いわけやないけど、ここにおるのは性に合わんと思うねん。若いし、能力は高いと言えへんし、すぐにカッとなるし、よう考えたら、天命に入れたのも、うちの実力やないでしょ？ママの顔に免じて入れたんやと思うし。はぁ、先輩、行こう！もうちょっと作業しよう。